しかし魔導区画が本格稼働していなくて何よりだったみたいだね。ええ、もし稼働していたら倍以上の時間がかかったでしょうね。帝都方面からの霊視情報が送られたという集中端末か。ああ、2年前にはなかったが、その後に増設されたみたいだ。レンちゃん、お願いできる？ええ、任せてちょうだい。これでよし。キア、手伝ってちょうだい。いいよ、何すればいいの？メガネ君によれば、この集中端末は結社が使うアストラルコードで構築されたシステムを採用している。五次元化された強度の霊視暗号、解除には天文学的な時間を必要とするわ。でもあなたの水先案内があれば81の工程をスキップできるはずよ。おお、なるほど。だったら時空間の外側をマトリクス化していく感じかな。それでいいわ。早速始めましょ。すごすぎるキッズたちね。というか5次元って何を？5次元ってアストラルコード、結社の使徒たちの通信に使われる技術か。ええ、それを黒石家の人間が応用して儀式のために利用したみたい。問題はどうして帝都からの情報をこの場に送らせたかだが私が要請したのだよ、総督閣下と、とある筋に。あ、気配が。あんたたちは。そちらのあなたは、TMP の。鉄道憲兵隊所属、クレア・リーベルトです。ロイド・バニングスさんに、エリー・マクダエルさん、エステル・ブライトさんに、ヨシュア・ブライトさんですね。人違いじゃない？この場で身分を肯定するのは避けさせてもらいますよ。はあ、別にそれは構わない。むしろよくこの場所に狙いをつけたと感心しているくらいだ。さすがはかの白面殿に仕込まれただけはあるようだね。まさかあなたは。結社の13工房に参画していた帝国に存在する知性の集団、結社を裏切り鉄血宰相と手を組んだ黒の工房の責任者ね。ご明察だ。かつて全三中の白面殿とはそれなりに懇意にさせてもらっていた。自立稼働型の小型戦術核のテスターになってもらう形でね。14年前のハーメル事件でも多少は役に立ってもらったものだが。どういうことだ？それって教授が帝国の主戦派をそそのかして起こしたっていう。どうやら隠された事情がいろいろとあったみたいね。ここにあるデータを解析したら少しはわかるということかしら。はあ、暗号を突破できたら遠慮なく覗いてみるといい。もっとも我々三人のカイナをかいくぐることができたらば。三人？まさか。久しぶりですわね。どうしてあなたがここにいるの、ベル？
近くぶりかしら。私が予言したようにずいぶんあがいてるみたいですわね。ベル、マリアベルさん、ついにこの地に戻ってきたか。帝国政府と対立しているはずのあなたたちがどうしてここに。あら、聞いてないんですの。結社は鉄血どもと手を組みました。ん、軍門に下ったと言うべきかしら。な、どういうこと。まさか帝都で起きていたことというのは。オズボーン閣下と結社の共闘のお披露目、その結果として始まった大いなる黄昏というわけだ。大いなる黄昏、ろくでもない想像しか浮かばなさそうな名前ね。そっか、やっぱりあの時の黒い波は。司法の力は失ったとはいえ、キーヤさんには見えるんですね。さすがはクロイスケの猛襲が生み出した元人造司法と言うべきでしょうか。ベル、あなた。ううん、別にいいよ。キーヤはその通りの存在だったし、ベルには感謝してるところもあるから。ロイドやエリーたちに出会わせてくれたこととか。キーヤ、キーヤちゃん成長しましたわね。あなたはそれでいいでしょう。それにしてもまさかブライト家の方々もいるとは。特にナンバーフィフティーン、殲滅天使、一度お会いしたいと思ってましたわ。レンも会ってみたかったわ。教授の後を継いだというお姉さん。なるほど、教授以上に立ちが悪いわね、あなた。褒め言葉として受け取っておきましょう。ちょっとレン、こんな人と気が合わなくていいってば。どうやらここにある情報に特にこだわっていなさそうだが。だったら強引にでも持ち帰らせてもらうぞ。レンちゃん、キーヤちゃん、私たちに任せて続けてちょうだい。ならばこちらも見極めさせてもらおうか。あれは教授が使っていた戦術核の一種か。クロウサギという子も使っていた。それら全ての原点ともいえる機体だがね。ゾア・バロール、久々の稼働テストに付き合ってもらおう。牽制の娘に元執行者2名、名高き特務支援課の諸君も。ローゼンベルク人形。おじいさんの人形、改造して使い魔にしたのね。錬金術師にとってはこの上ない素材でしたから。あなたとは一味違う人形くり、とくとご覧になってくださいな。お二人とも戯れはその程度でお願いします。あの模様は宰相直属鉄血の子供が一人、氷の乙女クレア・リーベルト。機密区画侵入の容疑であなた方全員を拘束します。来る。みんな気をつけて。戦術リンクオン。何としても食い下がるぞ。せっかくだ、良いデータに期待しよう。それでは制圧を開始します。せいぜい楽しませてください。アークス駆動。くらえ。刺さない。スイ。行くぞ。
がのレンドですが、参る。僕は迷わない。ファントムレイド、そのまま眠っていいよ。さすがエリーたち、やりますね。ええ、様と言うべきか。まさかダミー情報じゃないでしょうね。いいえ、この状況下でそれを仕掛ける余裕はないはず。どうやら知られても本気で構わないみたいだな。ああ、2週間前の程度で何があったのか、表と裏の真実の全てを。とうに終わったことだからね。君たちが全てを知ったところで今さらどうしようもないくらいに。ダウンロードを完了しました。ダウンロードを完了しました。よし、ルートは確保済みだ。撤退しよう。レン、キーヤちゃん。うん、はいはい、了解。また会えて嬉しいわ、ベル。でも最低よ、あなたは。ありがとう。私も自分でそう思うわ。愛しているわ、エリー。今度はまた近いうちにね。思いもよらぬ面々と開口できたようだが、いろいろとドラマがあるようだね。まあ、そのあたりは立ち入らないでくださいね。特務支援課との関わりはあくまで私個人の事情。黄昏と総国についてはきちんと手伝わせてもらいますから。まあ、数百年にわたる技術の盗っ人に手を貸すのは尺ですけれど。ホムンクルスの技術かね。君たちこそ人のことは言えまい。ゆりかごの技術の出どころはどこかね。地脈を使った英知の自己組織化などどこかで見た気がするのだが。あら。
レクターさん。ええ、こちらは予定通りに。ギルド総本部と支援課関係者への各種対応はお願いします。氷の乙女ですか。なかなかそそる方ですわね。こらえきれぬ感情を危ういバランスで抑えているのがたまらないというか。いろいろとあったのだよ。もはや後戻りできないくらいに決定的かつ運命的な出来事が。ええ、そちらこそ気をつけて。プライベート用の動力メール、ずっとチェックしていませんでしたね。日付は2週間前。やっほー、クレア、ちょっと忙しくなりそうだから今のうちに送っておくね。デートで撮ったあの時の写真、送るのを忘れてたから。デートでミリアムちゃんとリーンさんがおとり捜査を手伝ってくれた時の、無事解決できたお礼に、私がアイスをごちそうして。これがテートで起こった出来事の概要だっていうのか。信じられない。女の子を犠牲にして作られた剣、それを使って例のリンって人が暴走して聖獣を殺したって。そして始まってしまった大いなる黄昏、終末を導く不可死の呪いが帝国全土に振りまかれた。ハーメルの3人目の維持、まさかあの子が生きて、僕たちは気づけなかったっていうのか。この様子だと共和国との戦争にとどまらないでしょうね、この大陸を。うん、世界の全てを飲み込んで食らい尽くすつもりかしら。でもティオ・ミランディは絶対に無事だと思う。ティータにアガットっていうエステルたちの仲間も、それからこの七組って人たちも。キーアちゃん、そっか、因果が見えるんだったね。根拠は全然ないけど、ちょっとだけ安心できるわね。ああ、まだ何も終わっちゃいない。この様子だと開戦まで2ヶ月もないだろう。この呪いというのが本当なら。ええ、徴兵開始から半年前後と見ていたけど、超常的な力が働くとしたら短期間で準備を整えるでしょう。私たちはギルド総本部、それとリベールにこの情報を伝える。ロイド君たちはどうする？こちらは共和国、それからレミフェリアにも伝えようと思う。ちょうど今そちらの方で動いている仲間たちがいるからな。風の牽制にいいんだっけ？お互い行方不明の仲間もいるし、とんでもなく忙しくなりそうね。うん、でも絶対に取り戻さなきゃ。お互いがお互いの光になっていけば、何倍にも何十倍にも強くなれるから。え、そうね、お互いがお互いの光になる。ちょっとこっぱずかしいけど、なんとなくわかるかな。さすがキーヤちゃん、レンも成長したっていうか。ちょっとエステル、もう子供じゃないんだから。頑張ろうロイド君たち、それぞれの守るべきもののために。何よりも
世界を終わらせないために。ああ、了解だ。帝国の彼らがどう動くかまだわからないが、それぞれの立場であがき抜いて光を見出していこう。ユーナ、起きなよ。ユーナさん、起きてください。おお。ふん。昨日は遅かったのかい？ええ。遅くまでレシピ本を読んでいたみたいですね。見事な寝ぼけっぷりだな。誰のためのレシピなのかが気になりますけど。ミュゼにアッシュも。あれ、どうしてアッシュが。まったく、さすがにたるんでいますわよ。そろそろ本礼だ。気を引き締めるといい。やれやれ、大丈夫かい？セドリック皇太子、どうしてあなたが。どうしてって、これは本格的みたいだな。クラスメートだからに決まっているじゃないか。忘れたのかい、本校と分校が統合されてクラス再編が行われたの。
殿下やエイダさんたちは私たちの7組に編入。もう2週間前になりますね。新参者のくせに揃いも揃ってでかい面だがな。アッシュさん、私たちはともかく殿下に失礼でしょう。カリキュラムの進行もちょうど同じくらいでしたし、編入にあたっての混乱はほとんどなかったとは言えるな。おお、そっか、そうだったっけ。あやだな、悪い夢でも見てたみたいな。はあ、めみいな。皆さんおはようございます。え、誰だっけ。7組全員揃ってるな。今日のカリキュラムを発表するぞ。ごめんなさいね、まだ担任が決まっていなくて。私たちでなんとかフォローしますから、どうか頑張ってください。ええ、メアリー教官、マカロフ教官もどうかよろしくお願いします。おう、それじゃあまずは情報処理の応用1だが、そっか、そうだよね、しばらく担任はいないんだっけ。っていけない、私もちゃんとしないと。それは心地よく、そして充実した日々だった。成績優秀な仲間たちに囲まれてついていくのがやっとだったけど、お互いに切磋琢磨しながら高め合い、共に過ごしていく学院生活。もちろん授業だけじゃない、部活だってプライベートだって全力で楽しんで精一杯やっていく。何かが足りない気がするのは、私たちを導いてくれた声。落ち着いているけど、どこか放っておけなくて、押し付けがましいところもあるけど、ちゃんと見守っていてくれて、そう年も離れていないのに、私たちよりも遥か先に行って、あれは誰だったんだろう。
まずはクルト君ね。部屋にいるのかな。訪ねてみましょう。廊下の突き当たりです。東方の掛け軸、それに臨居か。そうみたいだな。もしかしてクルト君も今の？ああ、同じ夢を同時に見ていたとしか思えないな。それとアルティナも思い出しました。私はあの暗い聖杯に運ばれて教官やみんなを守ろうとして、それでミリアムさんが、いやハル。でもそうだった。バリマールが暴走しちゃって、いくら呼びかけても教官には届かなくて。それでは始めるとしよう、ディーン。世界を絶望で染め上げる暗き終末のおとぎ話。オズボーン宰相が最後に教官に語りかけて、あれからどうなったんだ。
皆さん目を覚ましたんですね。うん、一安心だぜ。エマさん、それにランディ先輩も。わらわもおるぞ。ローゼリアさん、一体どうして。それにここはどこなんですか。ま、さすがに驚くわな。安心してください。ここは祖母のアトリエです。私の実家でもあるんですけど。実家って。目を覚ましたって。うん、そうみたい。あ、皆さん、よかった、目を覚ましたか。どうなるかと思ったけど。ああ、不幸中の幸いだろう。大丈夫って大丈夫なわけないわよね。無理もあるまい、あんなことがあったのだ。加えて2週間の昏睡だ。体力も落ちているだろう。2週間。とにかくまずは食事。スープだけでもいいから口に入れときなさい。俺もまだ混乱してるが、話はそれからだ。ええ、すぐに用意しますね。一体何がどうなってるんですか。それに実家にアトリエって、テントじゃないってこと。とりあえずおさとした挨拶をしておくか。ようこそ暗黒の森の狭間にあるヘクセンブリードが本拠地、隠れ里エリンへ。聖杯がほどけるか。通常空間への回帰、歪みが発生するわ。エマ！ええ、分かってる。外への転移陣か。ええ、一旦祖母の元へ飛ばします。他の方々もお任せください。わかった、頼む。気をつけるがよい。ですが、教官が。たく、仕方ないわね。
セリーヌ待って。教官、とにかく脱出が先です。3人とも寄ってください。アルティナさんをしっかり抱えて。ミューゼって何それ。グリアノス、いや、姉さんの術。ええ、亡き使い魔の力が込められた脱出用の転移具だそうです。念のため持たせてくださったんですが、役に立ってしまいましたね。あなたはユーナさん、クルトさん、アルティナさんも残念ですが、ここでお別れです。君は黄昏は始まり、全ての盤面を動かす必要が出てきました。皆さんと過ごせたこの数ヶ月は、私にとっても宝物です。どうか健やかに。アッシュさんのことはお任せを。ミューゼ、待ちなさいよ。ユーナ、ダメだ。空間が持ちません。こちらも転移します。戻ったか。ならば精霊の道を。おい、大丈夫なのか。ランディさん、ダメじゃ、間に合わぬ。他の方々は箱で逃がします。どうかお気をつけて。
Thank you.